ドリンチェサーです。今回はこちら、ポケットモンスターのビックラ卵、そしてビックラ卵デラックスを一緒に見ていきたいと思います。はい、個人的に今回狙ってるのはミュウとミュウツーのゲット、はい、そしてゾロワークもね気になりますし、こちらもね可愛いブイズがいます。ということでもうね盛りだくさんです。全部フィギュアがゲットできるタイプ。まずはこちら、夢を目指してフィギュアコレクションから見ていきます。カモミールの香り、入浴剤の形はモンスターボール、中から出てくるマスコットはピカチュウ、サルノリ、ミュウ、ゲンガー、イーブイ、メスの姿となっています。さあ今日は誰かな、誰出てもいいんですけどね、ミュウが出てきてくれたら最高。こんな感じで結構はっきりめにモンスターボール見えます。はい、続いてはポケモンフィギュアコレクション。こちらはマスカットの香りで黄緑色の入浴剤となっています。中から出てくるのはピカチュウ、不思議だね、ヒトカゲ、ゼニガメ、イーブイ、サンダース、シャワーズ、ブースターと結構ブイズ多め。さあ出てきてくれるかな。シャワーズね会ったことないかも、欲しいんだよな。はい、まだ売ってますよね、これはたまーに見かける。はい、続いてはこちらのビックラ卵デラックス、一番初めに出てきたものになります。またね再販されてるので結構今手に入れやすいと思います。大きな大きな入浴剤、カモミールの香り、あ、先ほどのミュウのと同じですね。中から出てくるのはミュウツー、不思議花、リザードン、カメクスとなってます。はい、ミュウツー欲しいなー、欲しいなーってつぶやくけれども全然当たんないんですよ。いっぱい出るのはリザードンかなー。でかい。ラストはこちら、最新のポケモンのビックラ卵デラックスですね、バトルフィギュアコレクション3になります。こちらもカモミールの香り。お、今日はじゃあ薄い黄緑になるかな。はい、中から出てくるマスコットはバンギラス、ハッサム、サーナイト、ゾラークとなってます。バンギラスとハッサムがゲットできたのでうまいことここ欲しいですけど、まあでもどれもかっこいいからね、何が出てもいいです。はい、ということで見応えありそうなこちら、一気にお湯の中に入れていきます。はい、ではいきます。まずは大きいものから、せーの、ドボン。大丈夫かな、大丈夫かな、大きい器を用意したんだけどね、ドキドキしちゃう。おお、すごい大きい泡が楽しい。あ、大丈夫そうかな、大丈夫そうだね。じゃあはい、行きます。黄色いモンスターボール、大丈夫かな、大丈夫かな。じゃあラスト行きます。緑を入れたらどうなるかな、真ん中に行こうか、せーの、ドボン。わー、飛んだ。お、うっすら変わってるね。なんか染まってるところが出てきて綺麗。そうか、薄くこう青を混ぜてあげるってすごく綺麗な色になるんだ。緑は青と黄色の組み合わせですもんね。え、すごーい。え、一個しか入ってないのに結構変わるね、面白い。あ、でも最終的にはどうなるんだろう、黄色の量すごい多いからな。泡の部分はね結構緑色だったけど、さあ溶けてきてどうなるか。もう見えてきてるのもいる、
誰だろう。さあ、何が来たかな。なんだ、ゲンガーかな。紫っぽいのがいる。あ、違う。ミュウツーじゃない？そしてかなり黄緑じゃない？すごくない？こんなに色変わるんだ。あ、でもやっぱ黄色多めだったからか透明感が強いですね。え、面白。え、やっぱりゲンガー、ゲンガーはゲンガーでいた。ゲンガーいた。あ、かわいい。早く溶けないかな。あのトゲトゲ部分にこう絡んでてまだ取れてない。え、あと一つは誰？あ、一つじゃない。あと二つはね。デラックスと普通のフィギュアとそれぞれ。え、ミュウはゲットならずだったけど、ミュウツーゲットできて嬉しいわ。あとは、ブイズと、あ、ゾロワーって言ってたけど、サーナイトが来たんじゃない？サーナイトはサーナイトで嬉しい。やったー！まだゲットできてないやつ。やったねー。サーナイト綺麗。指先までね、綺麗に作られてます。おー、目の力もありますね。かっこいい。綺麗だけどかっこいい。わー、この服の部分のラインとかも綺麗。水に濡れるからよりツヤツヤになっていいですね。はい、そしてブイズはサンダースですね。これはピカチュウじゃないでしょう。サンダースだな。溶けるまで待ちましょう。はい、プカーンって浮いてたゲンガーはすごい元気に走ってる感じでとっても可愛いです。可愛い。なんかね、最近ゲンガー好きになってきた。可愛い。はい、お顔も見えてきたかな。ちょうどサンダースはこの首のところに引っかかりやすいんだね。見て、こんな穴開いてるぐらいブツブツ。はい、落としてあげると綺麗になります。お、ウィンクしてて、なんか顔つきがキリッとしてますね。え、これ結構大きいしいいかも。買いたそう。シャワーズも欲しいし、私ブースターが多いんだよね。はい、ということで今回はサンダースでした。はい、ということで出てきたみんなを並べてみるとこんな感じ。デラックスの方が一回り二回り大きい感じで迫力あるかな。まあ、でも、普通の、ビックラタマモの方も結構大きいフィギュアが出てくるので、個人的にはすごく満足感が高いものだと思っています。はい。それぞれね、いいところがあるので、ぜひぜひ、たくさんゲットして、いろんな仲間を揃えてみてください。はい、というわけで今回はポケモンのビックラ卵、ビックラ卵デラックス、こちらを4つ一気に紹介してみました。いかがだったでしょうか？では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。